NATO 式の軍隊符号を利用した作図例第四次中東戦争における市内半島の戦闘経過を示したもの軍隊符号もしくは兵科記号は軍事上の作業に用いられている文字数字略号色などからなる記号の総称である自衛隊においては部隊符号と呼ばれる戦術の作業を実施する場合には地形図に被害の部隊や 特定施設などの状態と位置を書き込んで状況図を作成する。この際に図上の情報の効率化と簡略化のために一定の軍隊符号が一般的に用いられている。この軍隊符号は大規模な部隊だけではなく小規模な部隊にまで細かく定められている。また部隊だけではなく司令部や本部、通信所や情報所等の軍事施設の符号や不評、機関銃、戦車、 下方等の最小の戦闘単位までをも表せるように、符号が決められており、戦術作業で活用される、国別に異なるものであり、陣営が異なると全く異なる様式となる。西側諸国においては、北、大西洋条約機構標準の閉鎖機構が標準化され、広く用いられている。これは、アメリカ陸軍が使用していたものを土台にしたもので、陸上部隊ならば、四角をベースとし、 枠内に陛下を上部に部隊規模を示すものとなっている。西側諸国においてはフランスを除き、旅団以上の規模表示について指揮する召喚の保守数が軍隊符号と同じである。第二次世界大戦時のドイツ陸軍では、騎士型は戦車部隊、旗マークで部隊規模を示すなどしていた。日本陸軍式の軍隊符号による作図例、それぞれ多数の代表、 略字が使用されている。例として、右下の57愛とは、第3大隊を書いた、不評第57連隊を意味する、第2本帝国陸軍の軍隊においては、対号種類、兵士等を簡略表記した符号として、記号である、対表と文字である、略字が使用され、これらが、軍隊符号と総称された。これらの符号は、被害の両軍を表示する際は着色されることもあり、 その場合は、通常自軍は藍色に、敵軍は赤色とする。対表を編集。対表は図案化された旗、四角、三角、矢印の記号、丸印や星印や十字など、極めて多種多様なものであり、またこれら記号を組み合わせた対表も多い。例として、大本営は、黒点を付した四角旗を付した中黒の丸印。 不評の四段司令部は縦二色の三角旗を付した白丸。不評の両段司令部は六芒星、不評の連帯本部は真っ白の四角旗を付した中黒の丸印である。略字、編集。略字は主にフランス語、ドイツ語、英語、日本語の頭文字が用いられ、またラテン文字、日本語文字及びアラビア数字、ローマ数字、関数字によって、 臨機応変に構成される。主要例として、陛下、兵士及びその部隊などには、以下の略字が、陸軍の編成で機関となる単位においては、以下が使用されていた。陸軍航空部隊では、おおむね、F を監視、陸軍船舶部隊においては、おおむね、背を監視、兵器ないしその兵器を運用する部隊はと称した。この絵の証拠を監する諸部隊は、略字の頭に G を監視、 GK 等、根性の諸部隊は M を監視等、特設する諸部隊は X を監視等、独立の証拠を監する部隊は S を略字の交尾に付し、例として、独立不評代隊は SIB から IBS、独立飛行中隊は SFC から FCS などと称す。対号はその数字を略字に監視、2SAA、1波、10A、3FA、2GD。 18D、22、321I、1TD、1TKD、64FR、100IBS、81回 CS 等と称す。このほか、名、KFD や、常、KFD のように、日本語文字を関する略字も存在する。舞台内の舞台、隊を表記する際、大体は、ローマ数字、2、3等とし、中隊は、アラビア数字、 2となるほか、四台や5中など漢字、漢数字も使用される。上級部隊の番号を併記する際は斜線を用い、二、二合、三4 3合等とする。さらに、正体及び分隊を示す場合は、中隊を単位とする分数を用い、一三九、四合とする。しかしながら、これら軍隊符号の略字は、必ずしも固有のものではなく、便宜的なものでもあり、 例として、総軍を指す、SA は兵士たる、野戦銃砲兵を指すものでもあり、また総軍たる、シナ派遣軍は、CGA、南方軍は、など、第二次大戦末期に編成された第一総軍、第二総軍、航空総軍と異なり、SA を使用していない。また、南方軍の、名も、陸軍の軍隊符号においては、海軍砲を指すものでもある。ありがとうございます。